モデルプレス2024年1月20日、グローバルボーイズグループ上腕、JO1、INI、INI、d o x t e e ン、DXTEEN が所属する芸能事務所、ラポネエンタテインメントによる合同ライブ、ラポスタ2024、読み、ラポスタ2024が、K アリーナ横浜にて開催中。20日公演では、プロデュース101ジャパンでの楽曲を歌唱する場面があった。 ネタバレあり、写真、上腕、INI、ドックスティーンの3組集合ショット、上一が、くんち聞いた、INI が、シャドウ、ヒローライブ序盤のグループごとのコーナーでは、上一が、プロデュース101ジャパン、INI が、プロデュース101ジャパンシーズン2の楽曲を久々に披露する場面も。上腕はコンセプトバトルでのオリジナル曲の、くんち聞いた、おクールな魅力たっぷりに披露。 一人一人がステージ全体に散らばり、当時木又翔也と佐藤慶吾が所属していた同曲からさらに魅力や迫力をアップデートした、今、の上一としての魅力を存分に発揮した。さらに INI もコンセプトバトルでのオリジナル曲、シャドウ・を蜜を辞して披露。セクシーかつしなやかな魅力に溢れた一曲だが、後藤拓、巨トヨボン、 松田陣がオリジナルメンバーだった当時から大人っぽさをさらに増した状態でカムバック。SH、シャドウ、のキリングパートは木村雅也と西広人が色気たっぷりに担当し、大きな歓声が沸き起こった。上腕、INI、ロックスティーンが集結、ラポスタ2024、ラポスタは2023年5月に初開催され、 アーティスト自身がやりたいことを実現させたエンターテインメント性あふれる合同イベントで反響が多数。今回は3組総勢28人が再集結し2度目の開催となった。2日間2公演でそれぞれ1.7万人、計3.4万人を動員。即日完売のプレミアチケットとなり、互いの楽曲のカバーパフォーマンスやグループを超えたコラボによるスペシャルカバーなど、 メドレーを含む全44曲がりを駆け抜けた。なお、20日公演のみ国内、海外でライブストリーミング配信された。モデルプレス編集部、ラポスタ2024、開催概要公演名、ラポスタ2024、読み、ラポスタ2024、出演者、女アン INI、ドックスティーン日時、2023年1月20日、土曜日会場16時、 開演17時30分2023年1月21日日曜日会場14時開演15時30分会場 K アリーナ横浜神奈川県横浜市西区港未来6-2-14ノットスポンサード記事